はい、どうも皆さんこんばんは。それでは、ドラムクエビルダーズ2続きやっていきましょう。にゃーもんじゃなくて。はい、上がった上がった。ハゴル、どうやらまた魔物どもが攻めてくるみたいだぜ。強大な奴ら、俺たちが鉱石を掘って町を作っているのがどうしても許せないらしいな。さっさと返り討ちにしてやろうぜ。さあ、戦いの準備はいいか？おう。ははは、いい返事だ。ゴルドンも準備はいいのか？おう、俺、この町守る。ペロもみんなも、俺、守る。よし、じゃあ、やってやろうぜ。おうよ。いきなり戦闘から始まるんですけどね。よくあることですので。待てー！待て、そこの武器を持っていないアラクレ。止まれ！みんなが戦ってるのを見守るパートですね、今回も。別に僕が戦う理由はどこにもないので、非戦闘員は非戦闘員らしくおとなしくしてましょう。いっぱい出てくるけどさ、結局俺が戦わなくても全員のみんなが頑張ってくれるからさ。あのゴルドンもシルバーマンになってちょっと火力が上がったはずなんで、うん、今かっこよくとどめさしたしね。暇やな、この時間。筋肉4匹出てきて、それをみんなでタコ殴りにしてるっていう悲しい図だけ見えるけど、すごいね。楽しそうだね、みんな。よし、最初で最後の仕事をして終わりにするぜ。おれー、よし、あと2匹は任せたぞ、お前ら。すげえ平和。俺なんもしなくていいから、すげえ平和。みんなが戦ってくれるのを見守ってるだけでいいからだろ。つか、あいつら当たり前のように街の外破壊しやがんだけど、アクセスしにくくなるからやめてくんないかな。やめてくれって言ってもやめてくんねえんだろうな、きっと。町以外の場所壊すのやめてほしい。町はまだ治る可能性あるし、治すこともできるのにさ。畜生め、またしても教団の連中に襲われちまったな。それにしてもセルジー、オンバー、それにアーマン、お前たちはどうして戦わないんだ？まあ、オンバーは許してやれよ。セルジーとアーマンはしょうがないとしても、しょうがないっていうか、まあ咎めてもいいとしても、オンバーは許してやれよ。ベロはあんな防御力の低い服で戦ってるってのに、たまにはお前たちも戦えよ。まあ、それはそう。バーは壊れても直せます。でも命は一つしかないんですよ。命あってのものだねです。指導を怒らないであげて。人には向き不向きがあるし、怖いものと無理に戦えとは言えないわ。それに大丈夫よ。私が箱丸や指導と一緒にみんなの分まで魔物をやっつけるから、私は戦ってないですけどね。さあ、とにかく今は金を探すことが先決よ。ゴルドンに心当たりがあるのよね。うごご、そうだった。まずお前にこれやる。笛のかけらですね。カラーリング的に時のオカリナかなって思っちゃうんだけど。それ大切な笛のかけら、ついにそれ渡すとき来た。もう一つのかけらあればすごい笛できる。その笛、求めるものがある場所を指し示す。求めるものがある場所を指し示すか。その笛を吹けば金の場所がわかるのね。それじゃあ金を探す前に笛のかけら探しだな。解散解散、喧嘩をするな。解散しろ。狭くて話しかけらんねんだよ。オンバがちょっとマーク出してんのか。箱丸ちゃん、あの笛のかけらが欲しいんでしょ。地下おばさんの私に任せてちょうだい。あっちこっちで喧嘩始まってんな。実は私、地下の奥深くですごい笛が祀られてるって話を聞いたの。行ってみる価値はあると思うわ。地下の奥深くか、ひょっとしたらあそこかもしれないぞ。墓丸、先に行って様子を見てくるぞ。準備ができたらオイラのところに来るんだぞ。墓丸、
はい、またペロさんですか、またご飯ですか。そうやって人を餌付けできると思わないでくださいよ。笛のかけらを探しに地下に行くのね。これあげる。おー、ババグ3つもくれた。助かる。うまくできてるかわからないけど、行動でお腹が空いたら食べてね。行動で笛のかけらを探すならまずマッシモちゃんのところに行くのよ。マッシモちゃんにはきっと行動仮想の昇降基地にワープすればすぐに会えるわよ。おいよー。まあまあ夜だけどなんとかなるっしょ。つかそういえば指導の武器新しくすぐで出てくるからって作ってないけどさ、まだ出てきてねえんだよな、その武器を落としてくれるやつが。よい、どうしたマッシモ。おお、来たか白丸。ここが俺らの話した例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所だぞ。この岩の壁の奥にきっとお宝がある。空間が広がってる。オイラの花がお宝中を捉えたんだぞ。頼むぞ運ばる。道を遮る岩の壁をお前のハンマーでぶっ壊すんだぞ。仰せのままにやらせていただきます。どうせこれも穴広げてくれるんでしょう。うおー、さすがだぞ、運ぶる。見事に岩を壊したぞ。確かに奥に何かありそうだ。運ぶる、このまま進んでみようぜ。金の鉱脈を探す笛を見つけるためだぞ。怖いけど、おいらもついていくぞ。怖いけどは余計だよ。怖くなくってか、怖かろうと怖くなかろうとお前はついてくるんだよ。優秀な探索要員なんだから。マッシュも、お前に休みがあると思うな。ここじゃん。明らかにここじゃん。ザじゃん。おお、地下にこんなでかい建物があるなんて。これが噂の神殿ってやつか。オイラ思い出したぞ。これは大昔ビルダーが作った神殿だぞ。きっと地震で地面に埋まったんだぞ。おお、じゃあこれも話に聞く古のビルダーってやつが。ははは、だがどうやらこれだけでかい建物はさすがの教団も壊せなかったみたいだな。オンバが言ってた笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。早速行ってみようぜ。オイラ怖くてガクガクブルブルだぞ。お前ら、こんな怪しい建物に入る気か。体の震えを自分の口で言うなんてお前よっぽど怖いんだな。まあ無理はしなくていいぜ。だったらあとは任せだぞ。中で笛のかけらを手に入れて戻ってくるんだぞ。おいらはその間に手前の入り口の穴を広げておいてやるぞ。心置きなく笛のかけらを探すんだぞ。別に2度目以降ここに来る気もないけどね。笛のかけらを手に入れたら終わりでしょ。なんか実績解除できたけど関係ねえな。なんだここは、すごい建物じゃないか。地下にこんな場所があるなんてな。こういう場所は怪しい仕掛けや謎がありそうだ。なかなか面白そうだぜ。おい運ぶる、あれ見ろよ。動く石像ですね。他のところには石像が並んでやがるのに、あの2箇所にだけ石像がないな。これ多分ドラクエ3のピラミッドの BGM だっけ。確かこれは怪しい匂いがするぜ。結構好きなんだよねこの BGM。 ピラミッドは嫌いなんだけど、俺の勘だがあの2箇所に石像を置けば何か起きるんじゃないか。ん？おい運ぼる、来てみろよ。この扉開くみたいだぜ。マジ？ほんとじゃん、開くじゃん。じゃあぶっ壊していこうぜ。どうしてそういう発想に至るのか不思議でしょうがないんだけど。何？赤き板で赤き箱を引き合う。あ、もうこれいいや。説明する必要もねえわ。ここに赤い箱があるでしょ。これを、この装置を使って引き寄せていくんですよ。で、どうするかっていうと、この青いブロックのところにポンって引き寄せてあげて置くとこうやって開くわけですね。で鍵が手に入ります。ん？それは扉の鍵か。その鍵があればあそこの扉を開けそうだな。扉を開いたらもっと奥に進んでみようぜ。あの広場に置く石像を探すんだ。
これに関してはもう一回裏で行った場所で謎解き要素としてやっちゃってるので、まあ申し訳ないですが、サクサクっとやらせていただきましょうか。こんなね、小学生でもクリアできるようなねミッションにね、俺が引っかかるわけないじゃないですか。余裕ですよ、余裕。ここにも宝箱部屋があるな。鉄のインゴットがあって銀のインゴットがあって、真ん中にはドクロが置いてあって、開けると人食い箱が出てきます。痛いな、バカ野郎。痛恨連打やめろ。人食い箱とかミミックってさ、実際ハズレのように見えるけどさ、大体のシリーズ確定で小さなメダル落とすからバカにできねえんだよな。あとドラクエ3とかだとミミックだか人食い箱だかが魔人の斧落とすんだっけ、超低確率で。懐かしいね、タスさんがやってたわ。また同じ仕掛けか。で今度は何、はい、砂を置き意のままに墓の墓を動かすべし、そうすれば道は開かれ。ちっ、またこの仕掛けか。今度は簡単にはいかなそうだな。砂を置けば赤い箱の動きは操れるのか。よし、あとは任せた。うまいこと仕掛けをし解いてもっと奥に進もうぜ。おいよー、このブロックは壊せないね。でここに赤いブロックがあるんだけど、これをこのまま引くとここについちゃって、まあ取り出すこと自体はできるけど、引きつけるのに手間になって、ここの細い道を通すのはそもそもできなくなっちゃうわけですよ。なのでどうするかっていうと、ここの吸い寄せブロックの手前にすぐ置いて、で隙間のところにセットした後、お前もいらないんだよな確か。邪魔。赤いブロックを引き寄せて引き寄せて、砂でここに砂を置いて、でもう一個ここに置いてってやると、こんな感じでゴールインできます。こんなもん簡単ですからクリアできない人はいないでしょう。何年前のゲームだと思ってんだ。そこじゃねえよ。よいしょ。とりあえず鍵を開けてドアを壊す。なぜ鍵をはめてからじゃないとドアが開かないのか不思議でしょうがないけど、薬草がいる。薬草いるから倒しとこうかな。こっちに宝部屋もあるし、薬草ついでに殺しておけ。鉄サソリのこと薬草って呼ぶのやめろよ。お、なんか楽譜、古代遺跡の楽譜。これ多分今流れてるピラミッドなんですか。それが使えるようになるんですね。あ、シドウ君が瀕死なんで早めに行きましょうか。夜の間に来ちゃったからな、どうしようもないんだよな。ここ入ってんで、これを壊せばいいのか。なんで開く、扉壊しただけで。で金の鍵っていうアイテムが手に入ります。おお、その鍵今までの鍵と違うみたいだな。金の鍵か。ここまでこんな鍵を使う扉あったか。一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像は一つ手に入れた。その鍵で扉を開けて進めばきっともう一つの石像があるはずだ。賢いね、シドウ君。僕は若すぎてそんなの思いつかなかったよ。ははっ。ていうかもう答えを知ってるから答えがどうのこうのの話じゃないんだけどさ。古代神殿の入り口までめんどくさいからワープして、で、今度こっちの扉ですね。ここに鍵を使って開けます。ついでに扉はぶち壊します。まず左の部屋からかな。おお、薬草がいっぱいいる。助かる、超助かる。
さ、オッカムルもさ、みんなからするとだいぶレベル上がりやすいように見えるかもしれないんだけどさ、オッカムルって実はそんなにレベル上がりやすくなかったりするんだよ。一番上がりやすいのは一番最後のマジ、町で、町島で、ちこいつやけに硬いな、まるで石みたいだぜ。そうだね、剣や斧は効かないみたいだ。ひょっとするとここはビルダーの出番かな。で、そう、以前話してたハンマーでしか攻撃が通らないやつ、つまりプレイヤーでしか攻撃できません。クソ野郎です。あはん、寝ちゃった。助けて指導。目覚まし持ってきて、目覚まし。で、俺何の話してるんだっけ。ああ、何の話してるんだっけな。全然思い出せねえや。まあ編集の時に覚えてたら何かで補足するだろう。きっとな、きっと多分本当に覚えてたら大丈夫。覚えてたら何かしらの補足をしてるはず。もうさ、眠いのとさ、いろいろさ、ちょっとやりすぎてたのもあってさ、眠いってかだるいんだよ。赤き板で赤き箱を、水は引き合う力を阻む、水源をブロックで囲みせき止めると。で、ここは、水が無限湧きするポイントで、乾きの壺でね、こうやって汲み取ってもこう噴水から水が湧いてきちゃうんですよ。だからどうするかっていうと、水源をこうやってぶっ潰して噴水を黙らせるっていう手法が必要になるわけですね。別にこれで十分な気もするんだけど、一応こっちも塞いでおこうか、ムカつくから。ムカつくからっていう理由で塞がれるのもかわいそうだけど。んで、今度はまずここに引き寄せて、ここに置いて、こっち引き寄せて、で今度はここを置いて引き寄せて、で最後にここ、オッケー。やば、簡単すぎて笑える。さあ、広いんだよな、割と当然の権利かのようにアホみたいに広いんだよな。別にラスダンでもなんでもないんだけど、こっちやねえな、扉あっちだな。俺がブレイクすべきはこっちだった。開けて左かな。引き返せ。ん、引き返せだと。ハゴムル、お前いつからそんな偉そうな口の利き方になったんだ。何、喋ったのはこの仮面だだと。ち、偉そうな仮面だな、無視して進もうぜ。いやいやいや、無視するのはかわいそうだ、ぶっ壊してやろうぜ。こっちがかわいそうなのか。てか、なんか宝部屋があった。何これ、滑裂だって。やば、キッカがいない、そこじゃない、わかる人いないよね。何年前だってファーストガンダムなんか。よいしょ、なんかここもなんかヒントみたいなのがあってさ、本来は。まあ壁を見れば、あ、ひび入ってるのはわかるんだけど、なんか確か一番最後の引き返せっていう仮面だけちょっと言い方が違かったりするんだよな。おお、またあの石像があったな。これで石像は2体見つけた。最初の広場に戻って台の上に置いてみようぜ。おお、石像は2個あった。持ち運ぶのがだるい。鍵もありました。別にこれ入り口戻るだけだったら別に鍵使う必要なくねって思うんだけど、何のための鍵だっけこれ。なんかあんだっけこの先。
ああ入り口につながるだけじゃん。やっぱ意味なかったわ。いやー最近物忘れがひどくてね、喋りながらゲームやってるとさ、もう自分が何話してるか分かんなくなってくるんだよね。ちょっとゲームに聞い取られると話してたこと忘れんだよ。これ動画なんか長年撮ってるくせに未だに治らないくせにさ、なんだこの夜は。おい箱丸、石像たちの様子がおかしいぞ。そのほら鳥頭だからさ、結局それもあってか異常に記憶力がさポンコツだからさ。ちなみに動く石像くんもハンマーじゃないと攻撃できないので、ヘイトだけシドくんに買ってもらいつつ僕はハンマーを置きましょう。ぶん殴ってぶっ壊すのさ。普通に考えて動く石像を6体相手とかって絶望の域なんだけど、まあ今回に関してはただのビルダーのカモなので、おとなしく死んでいただきましょう。ハンマーでぶん殴るとね確定回心なんですよ。でシドウくんが回心出た時にちょろっだけダメージ与えられるとかそのレベルじゃなかったかな。石系のモンスターの硬さは。おお、あそこの宝箱間みたいだぜ。複雑な仕掛けとでかい石像に守られてたんだ。きっとすごいものが入ってるぜ。どうせ笛のかけらでしょ、俺知ってるよ。どうせ笛のかけら、だってそれが目的でここに来たんだもん。こんだけ苦労しても笛のかけらよ。ほらね、別に悪く言うわけではないけど、これもビルダーアイテムの一つだから、ね、これがあるとね素材島が楽になるんですよ。おお、それがゴールドンが持ってやがったやまびこの笛の残り半分か。まったく、なんだってこんなでかい建物に大げさにしまい込んであるんだ。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈探しをできる。金の鉱脈を探せるんだろ。一度ゴールドンのところに戻ろうぜ。おう。まあ結局ここに笛のかけらを置いたのは古のビルダーとかってわけじゃなくて教団なのかもしんないね。どうなんでしょうその辺は。僕はあんまり覚えてないんであれですけど、おかしいように実況動画含めてジプレイ含めてジプレイと実況動画含めて2周やってるはずなんだけど何も覚えてないからね。ようゴールド、動こ運ばれ、笛のかけら手に入れたのか。俺思い出した、その笛半分にして俺から奪ったのメドーサボールだ。そう、でも何のために。笛があればいろいろなものを探せます。きっと教団にとって邪魔だったんでしょうね。うーん、だけどだとしたらどうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。わからないけど俺いつかメドーサボール倒す、そのためにもゴールドマンに戻りたい。さあゴル、金を探すために笛作ってくれ。別に瞬間接着剤でくっつけるだけだろう。はい、やまびこの笛ですね。僕には時のオカリナにしか見えないんですけど、やまびこの笛ですね。時お金とも分かる人いるのかな。 RTA 好きとかの人だったら分かるかもしれないけど、 RTA とかタス動画とかだったら。時岡はね小6くらいの時に1回やってトラウマになってゼルダもう二度とやらねえっつってやめたゲームだからさ。別に時岡が悪いわけではないんだけど、いやまあ時岡が悪いな、あれはな。あれは時岡が悪い、俺は悪くない。知らない誰かと間接キスしてる。なんか中途半端な位置から動き掘るね。うん、やまびこの笛とやらを早速吹いたんだな。ん、あそこに何か反応があるみたいだ。だが随分と小さい反応だな。運ぶる、反応は近くらみたいだ。行動を降りてから吹くといいかもしれないな。はい、そうですね、行動を降りてから吹きましょう。まあまあまあ、それ闇子の笛じゃない。またとんでもないものを作っちゃったわね。箱丸ちゃんが行ってきた建物は昔地上にあった神殿よ。メドーサボールが地下に沈めたみたい。一体何者だあのザコキャラ。メドーサボールはね、
美しいものや光り輝くものを壊したり石にしたりするらしいの。だからゴルドンちゃんも行動の鉱石も全部石にしたのよ。みんなに絶望を与えるために。ああ、この鉱山街の宝石といえる私も石にされないように気をつけなくちゃ。はい、そうっすね。そうそう、その笛は求めるものがある場所を指し示すんでしょ。これで金の鉱脈もきっと見つけ出せるわね。パイレーツオリビアン、パイレーツオブカリビアンのあれみたいだね。コンパスみたいだね。わかる人にはわかる。俺はそういうなんか中途半端なネタしか出てこない。キャロ、なんだい。やみこの笛を吹けば坑道にある金の鉱脈も探せるはずだ。早速坑道の下層に行ってきてほしい。けどよ、地下は広いし金は岩の中にうずもれてるはずだ。やみこみに笛を吹いても見つからねえぜ。そうね、それじゃあまず地下坑道の下層、昇降基地の南にある南西坑道あたりで吹いてみたらどうかしら。おいらもあの辺りはなんとなく金州を感じてたぞ。金州ってなんだよ。あの辺りを手当たり次第に掘ってみるぞ。笛を吹く南西坑道には迷わないようにワープで行くといいわよ。箱丸、はい、何ですか。またご飯ですか。金を探しに坑道に行くのね。これ持って行って。はい、5個追加でーす。あなたなら金の鉱脈を見つけられるわ。でも危険なことはしないでね。なんであいつ定期的に部屋戻ってくん。あいつ、いつもいつも箱丸に食い物を渡してきやがるな。どういうつもりなんだ。あれだよ、獅童くん、俺を居付けしてるっていう優越感に浸って、なんだ、優勢感を保っておきたいんだよ。私があいつの手綱握ってますからみたいなのを周りの人間にアピールしたいわけであって、特に意図があるわけじゃないんだって。ああいうタイプの女は計算高いから。偏見ですけど。あら、やだ、獅童ちゃんってば乙女心がわからないのね。うふ、うぶなんだから。ぐわー、箱丸、さっさと行きやがれ。やまびこの笛で金の鉱脈を3つ探すんだ。はーい、はい、ということで、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。また次回ね、続きやっていくということで、金の鉱脈探しということでね、やっとゴールが見えてきたというか、まあ坂間の完成が間違いなく近づいてきてはいるよね。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.